京ドームです。巨人対ソフトバンク日本シリーズ第3戦の模様をお送りいたします。この放送の解説は田尾康さん、黒木智弘さん、以上この2人の解説でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。そして選手のコメントを届けてくれるリポーターです。はい、こんばんは。我々2人で旬な情報をベンチ裏からスタンドからお伝えいたします。頑張ります。はい、よろしくお願いします。さあ、まもなくプレイボールです。このゲームの先発ピッチャー沢村、自らの力で2勝1敗に持ち込みたい。しっかり抑えてくるんでしょうか。1回の表、ホークスの攻撃。この回の先頭バッター、川崎。さあ、注目の初球。初球わずかに外れてボール。外。後ろに下がる、下がる。あっと、強烈な当たり。下がる、下がる、下がる。フェンスに当たります。打ったバッターは二塁へ。ツーベースヒット。フェンスにダイレクトのツーベースヒット。田尾さん、これはいったかという当たりでしたね。ちょっと角度が足らなかったですね。もう一伸び足りませんでした。さあ、そして2番に回ります。本田、初回からリードを取っていけるでしょうか。第1球です。初球簡単にストライクを取ります。ここまで1勝1敗。この第3戦リードを取るのはどちらでしょうか。高めの球外れています。バントします。あーっと、上げてしまった。ワンアウトです。送りバント転がせません。いやー、パワーさん、ここは大事に行きたかったですね。いやー、ちょっと痛いですね。少しバットの上に当たってしまいましたね。ここは決めてもらいたかったですね。ですよね。次のバッターを迎えます。内川、早くも点につながる場面を迎えています。初球外に来ました。次のボールは打った。打球は一塁間。セカンドランナーは三塁ストップ、止まりました。ヒットになる。そして4番バッター登場です。国母、その注目のバッターボックスです。田尾さん、作ってもらったチャンスをどう生かすかですよね。先制して主導権を握りたいですよね。先制点が取れれば勝ちパターンで逃げ切れますからね。最初から低めに来ました。決めてきました。次の配球は、このストレートは入りません。ここは外してきました。次の4球目、外れています。次が5球目。あっと、抜けるか。抜けると先制タイムリーになる。止まりました。ファーストランナーは二塁ストップです。サードランナーがホームベースを踏みました。1対0、1点先制。初回から主導権を取っていきます。打順が変わります。松中、チャンスの目は広がりました。さあ、ランナー返せるか。初球から打った。今のでこの回4本目。そして6番松田、その注目のバッターボックスです。田尾さん、チャンスの場面が1打席目から回ってきました。まあ、最初からね、いいところで回ってきますよ。ですよね。最初はストライク、147キロです。
得点差わずか1点、ホークスがリードしています。速いボールできました。初回からの得点を与えています。決まった、三球三振、際どいコース決まりました。そして7番長谷川、その注目のバッターボックスです。田尾さん、この選手はランナーを置いてのバッティングでは結果が残せていませんね。ちょっとね、チャンスに弱いのが心配ですけどね。ですよね。なんかチャンスになるとね、あまりヒットがないんですよ。はい、ちょっとチャンスの場面では数字が寂しくなっています。いきなりストレートきました。この回7人目のバッターです。これはストライク。ゲームは初回から動き出しています。インコース際どい、次が4球目、あっと見逃し三振、スリーアウト。最後はバットを出しませんでした。1回の表が終了。ホークス1対0リードを取りました。ピッチャーホールト、キャッチャそしてホークスの先発ピッチャーホールト、連勝でリードを奪えるか。果たしてどんなピッチングを見せるのか。1回の裏、ジャイアンツの攻撃対します。この回の先頭坂本、どこから攻めるか。初球インコースから入りました。バッテリー1球外してきました。2球目、鋭い当たり、伸びていって、伸びフェンスオーバー、同点ホームラン。痛烈な打球でした。変化球捕まえた打球はこのすごい弾道でレフトスタンドに入りました。1回の裏、同点のホームランが出ています。初回のリードはこのホームランで振り出しに戻します。1点を返します。初回早くも追いつきました。そして次の2番亀井にバッターボックスに入ります。取って一塁送ります。一塁アウト、アウトです。サードゴロに終わりました。次のバッターに変わります。長野、最初は見ていきます。ゲームはこの回振り出しに戻りました。2球目はどうでしょう。今度もストレートできました。入りました。これで追い込みました。注意へ、これはアウトです。ピッチャーゴロに終わりました。バッター阿部、どこから行く。
初球振りません。この回同点を許しています。アウトコース。3球で決めてくるか。変化球、ショートへの打球、一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。いやー、黒木さん、この回思い通りの投球ができませんでしたね。あまりにも簡単に流れを作らせてしまう。反撃のチャンスもなくなってきますよ。そうですよね。こういう投球は野手のリズムにも影響するでしょうしね。2回の表、ホークスの攻撃、8番からの打順になります。ノー、まず空振りが当たりません。1対1、同点になっています。ここは見ます。次はどんなボールを持ってくるか。三振、三者連続、低めのボール球、三振に仕留めました。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。次のバッターに変わります。ボール、第1球です。最初は見ていきます。2球目はどうか。ストレート決まってツーストライク。ここは追い込んでいます。3球で決めてくるか。低めのボール球を打っていった。ファーストへの打球、そのままキャンバスを踏んでアウトになります。ファーストゴロに終わりました。これで打者一巡となります。川崎、どう組み立ててくるか。最初はストレートから持ってきました。どう攻めるのか。内へ、ワンエンドワン。今日はボールがよく走っています。ランナーを出します。次のバッターとなります本田、バッターボックスに入ります。どこに入れてくるか。まずは初球見送りました。バッター見送りました。様子を見ていくか。打った、取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。さあジャイアンツ、次の攻撃は5番からということになります。2回の裏、ジャイアンツの攻撃、先頭のバッターラミレス、今日の第1打席に入りました。これでアウトが1つ、キャッチャーフライに終わりました。そして次の6番、小笠原。
最初の一球、最初のボールを決めました。二球目はどうでしょう。低めのボール打って、打球はショートへ、取って一塁送球、アウト。一塁はアウト。そして次の7番藤井、このゲーム最初のバッターボックスになります。初球です。初球振りません。二球目はどう攻める。低めのボール打った。2アウトから塁に出ます。打順が変わります。高橋慎吾バッターボックスに入ります。最初の1球は成田、初球はボールになりました。どう攻めるのか。二塁狙った、二塁を狙った、バッター打たない、盗塁成功。やはり田尾さん、ここで走ってきましたね。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。その警戒をかいくぐってですからね。でも足速いですね。ですよね。3球目はどうする。外のボール、追い込みました。145キロです。さあ4球目、三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振に切って取りました。変化球でスイングアウトの三振を取りました。さあホークス、この後クリーンアップの登場です。3回の表ホークスの攻撃、この回クリーンアップから攻撃となります。内川打席に入ります。1球目は空振りです。152キロです。1対1、同点となりました。この試合今度はインコースに持ってきました。バッターこれは振ってしまいました。3球で決まった。結局バットが出ませんでした。打順が変わります。国保バッターボックスに入ります。初球見送っていきます。2球目です。アウトコースへ決めました。148キロです。打って低い当たりになった。ショートライナーに倒れました。次のバッターに変わります。松中。どこから行く。まずは初球見送りました。ここは1球外します。どう攻めるのか。バットに当たりません。ピッチャーこれはしてやったり。次が3球目、バッターよく見ました。
っと鋭い打球だ。ランナーが出ます。2打席連続のヒット。次のバッターを迎えます。松田打席に入ります。まずはボールから入りました。ここは外してきました。2球目はどうか。アウトコース、ストライク。次はインコース、ストレートで2ストライク目を取りました。見送ります。変化球打った。この打球はファウルになります。これはボールになります。当てるのが精一杯。上がった、取りました。スリーアウトチェンジ。3回の表が終了。ホークス得点はありませんでした。3回の裏、ジャイアンツの攻撃。この回はピッチャーからの打順となります。沢村バッターボックスに入ります。初球ストライク。次の2球目、高めストライク。次はどんなボールを持ってくるか。2者連続の三振。この回打順が一巡してきました。坂本、最初から際どいコースを狙ってきました。タイミングを取らせません。切ります。低め打ってセカンドへの打球、一塁へ送ります。これはアウトです。セカンドゴロに終わっています。そしてバッターは2番亀井、打席に入ります。高めから入りました。まっすぐで決めました。ストレートで追い込みました。これはボールです。次の4球目、これはまっすぐ。
さあ何を見せるか。打っていった。今度もセカンドへのゴロです。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。3回の裏を終了、ジャイアンツ3人で攻撃を終了しています。4回の表、ホークスの攻撃。この回の先頭バッター、長谷川。第1球は初球は際どいところに来ました。1対1同点のまま変わりありません。ここは見送ります。さあ3球目、ボールです。打球はセカンドへ、一塁へ、アウト。セカンドゴロに倒れました。そして次の8番ドウ、最初の1球、まずはストライク。いやー、黒木さん、ナイスボールですよね。いいところにまっすぐが来ましたよね。何かこう気持ちが前に出ているようなボールでしたよね。球速、コース、もう完璧ですよ。さあ次も力勝負を挑んでくるのか。バッター見送りました。3球目、まっすぐを持ってきました。3球とも高めに持ってきました。どうだ。これでアウトカウントが2つ、ピッチャーに回ります。ホールト打席に入ります。ピッチャーホールト。どこに入れてくるんでしょうか。まず最初のボールを決めていきました。高いバウンドになりました。ファウルボール。あっと、空振り三振、スリーアウトチェンジ。これが今の三振です。4回の表が終了、ホークス三者凡退に終わっています。4回の裏、ジャイアンツの攻撃。打順はクリーンナップから始まります。長野、バッターボックスに入ります。初球はどうでしょうか。フライになった。ショートフライに終わりました。打順が変わります。阿部、打席に入ります。まずは遅い球から入りました。ストレートはこれは決まりません。次が3球目、ライトです。右中間へ、取ってツーアウト。ライトフライに終わりました。バッターラミレス、バッターボックスに入ります。
初球は手を出しません。2球目はどうか。またストレートできました。2球ともインコースを攻めています。3球目、今度は外、まっすぐできました。次が5球目、外、わずかに外れた。さあフルカウント第6球、カーブの前になります。ヒットになった。ツーアウトからの勝ち越しのランナー、バッターランナーは二塁になった。ツーベース。さあそして6番に回ります。小笠原、このチャンスは生かしたい。勝ち越しのチャンスです。初球は変化球は当たりません。次のボールは今度はインコースに持ってきました。次の配球は、あっと三振、スリーアウトチェンジ、無失点に切り抜けました。黒木さん、素晴らしい変化球でしたね。まあ綺麗にタイミング外しましたよね。はい、思い通り三振です。さて試合は同点のまま5回に入っていきます。5回の表、ホークスの攻撃。この回はトップから始まっていきます。川崎、バッターボックスに入ります。初球は低めから来ました。149キロです。1対1、同点のまま試合は進んでいます。勢いのあるストレート、152キロのストレート。ここは見送ります。タオさん、ちょっと際どかったんじゃないですか。際どいですけどね。まっすぐ落ちました。セカンドへの打球、一塁に送ります。アウトです。セカンドゴロに終わっています。打順が変わります。本田、バッターボックスに入ります。最初はボール、ここは外してきました。これは内に持ってきました。さあ3球目、決まりました。スイングアウト。バッター内川、
初球村本インコースに来ました。いいところへ決めてきます。2球目、これはストレート。打った、もたついている。今拾ったかどうか。一塁へ。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。さあジャイアンツ、次の攻撃は下位打線からとなります。5回の裏、ジャイアンツの攻撃、7番からの打順になります。藤森、初球インコース、速球に合いません。2つインコースに来ました。際どく攻めるのか。内へのボール打った。サードへの打球、一塁に送ります。アウト、サードゴロに倒れました。そしてバッターは8番高橋慎、打席に入ります。まずはボールから入りました。次の2球目、低めいっぱいに決まります。ボールになります。ボール球、手を出した、左方向。さあ何を見せるか。今のはバッターに当たりそうなボールでした。インコース外れて3ボール2ストライク。あ、ボール3まで来ましたよ。ですよね。バッター手を出しません。フォアボール。まあ制球が乱れ始めると相手もじっくり見てきますよ。そうですね、弱り目に畳り目といった感じになってきます。どこに入れてくるんでしょうか。送ってきました、取りました。アウト、一塁転送間に合うか。セーフ、一塁はセーフ。打順が変わります。坂本バッターボックスに入ります。初球は最初は外のボール、当たり取ってアウト、3アウトチェンジ。さて試合は同点のまま6回に入っています。ありがとうございます。今この時間はオーロラビジョンにて皆様を濃厚映してまいります。どうぞ映った際には。この試合はまっすぐが多めの配分になっています。日本シリーズ第3戦は6回の表ホークスの攻撃。この回は4番から始まります。国防、
最初は見ていきます。1対1、依然同点のまま試合が落ち着いています。決まった、低めいっぱい。キャッチャーのサインが、低めの球、空振り三振。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。そして次の5番松中、打席に入ります。第1球です。初球振りません。2球目はどうか。これはまっすぐ、気合が入っています。まっすぐが決まりました。枠いっぱいに決めてきました。次が4球目、真ん中打ちました。ファウルになります。ボールです。この6球目、速いボール持ってきました。これが今の三振です。そしてバッターは6番松田、打席に入ります。初球はどうか。初球わずかに外れてボール。2球目です。速いボールできました。152キロです。外へ追い込みました。151キロです。フライです。外のボール打ちました。ショートへの打球、一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあジャイアンツ、この後2番から始まります。今日の試合、球種のバランスがよく取れています。6回の裏、ジャイアンツの攻撃、2番からの打順になります。亀井、バッターボックスに入ります。まずはストライクを取りました。タイミングが合いません。2球目、コーナー、きれいに決まった。このボールは見送るのが精一杯。次のボール注目しましょう。
これも変化球でした。次の4球目打っていった、高いバウンドになりました。今のはファウルになります。次が5球目カーブできました。打球上がった、ノーアウトからの勝ち越しのランナー、センターへヒットを打ちました。長野バッターボックスに入ります。どこから攻めるか、初球ボール、緩いボールできました。打って打球はセカンドへ、アウト、一塁転送、ゲッツーです。ここはしっかり抑えました。ノーアウトランナー一塁の場面、あっという間にランナーがいなくなりました。黒木さん、今のはうまく打たせましたね。まあよく打たせたというのがありますけどね。ええ、そうですよね。打順が変わります。阿部、まずは変化球、空振りになります。ゲッツーでツーアウトにしています。2球目はどうでしょう。ストレートを持ってきました。次が3球目、ここは見ます。これではバットが出せません。ボール打ってセカンドへの打球、一塁はアウトでスリーアウトチェンジになります。ゲームは中盤6回を終了、ジャイアンツ無得点に終わっています。入場の際にお配りプラカードをご用意いただいて、オーロラビジョンにご覧ください。タオさん、帰ってきましたね。帰ってきましたね。第1球はまずは初球見送りました。2球目です。低め決まった。1対1、依然同点、試合は動きを見せません。打った、打球はセカンドへ、これはアウトです。セカンドゴロに終わりました。バッター、どう、初球見送っていきます。このコントロールです。どう攻めるのか、まっすぐできました。高めに2球持っていきました。スライダー、
決めてきます。ストレート打ってまたしてもセカンドへのゴロです。一塁に送ります。これはアウトになります。そしてピッチャーホールトン打席に入ります。ピッチャーホールトン、まず低め膝元をついてきました。バッター見送りました。さあ3球目低めに入っています。これで追い込みました。次が4球目ストレート打ちました。中途半端な当たりになりました。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあジャイアンツ、この後5番から始まります。ホークスですが守備が変わります。タムがこの回からセンターの守備につきます。7回の裏ジャイアンツの攻撃、対するこの回の先頭ラミレスバッターボックスに入ります。第1球です。今のはちょっと危ない投球です。最初は内から入りました。2球目です。外を3球目外のボール打ってファールになりました。バッティングカウントからの4球目外のボール手を出した低い打球になりました。セカンドフライに終わりました。打順が変わります。小笠原打席に入ります。初球はどうでしょうか。まずは外から来ました。低めの球ストライク。次が3球目ストレート抑えた。一塁へ送ります。アウト。一塁アウト。ショートゴロに終わりました。そしてバッターは7番藤本バッターボックスに入ります。外から攻めていきます。次のボールは低め打ちました。一二塁間はどうだ。一塁へいいプレーが出ました。ピッチャーを盛り立てます。いやーパオさん素晴らしい守備を見せてくれました。いい当たりだったんですけど本当によく取りました。こういったプレーがゲームを引き締めていきます。7回の表裏を終了。ジャイアンツ3人で攻撃を終了しています。8回の表ホークスの攻撃、打順は戻ってトップから始まります。川崎打席に入ります。
初球はどうか。最初から際どいコースできます。1対1、依然同点のまま試合が落ち着いています。変化球打ってファウルボール。フライになった。取ってワンアウト、センターフライに終わりました。そして次の2番本田、バッターボックスに入ります。最初はインコースから来ました。本田7回の守備はそれにしても軽快でした。外へ、低め打って打球はファーストへ。ここでランナーを出しました。ライトへのヒットが出ました。内川打席に入ります。いきなり速いボール、153キロ出ています。どう攻めるのか。今度はインコースに来ました。様子を見ていくか。三球三振、空振り。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。ツーアウトで次のバッターを迎えます。国保、どこに入れてくるか。やはり走ってきた。ストライクになったがスチール成功です。田尾さん、この足ですね。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。その警戒をかいくぐってですからね。やっぱり足のある選手ですよね。ですよね。速い球、まっすぐのボール、151キロです。際どいがボール。打球上がった、取りました。これで3アウトチェンジ。ゲームは8回表を終了。ホークス0点で攻撃を終了しました。8回の裏、ジャイアンツの攻撃、バッター高橋慎二、まずはチャンスの芽を出していきたいところです。最初はチェンジアップを持ってきました。ちょっと合わないようです。アウトコース決まった。変化球は入りません。ここは外してきました。さあ4球目、外へのカーブは外れました。さあ何を見せるか。チェンジアップでしょうか、打ちました。セカンドへの打球、一塁送球、アウト。セカンドゴロに倒れました。
ハウザー、ガイドですね。帰ってきましたね。まずはインコース、ちょっとタイミング取れていません。2球目、今度も変化球できました。タオさん、ストレートを待ってたんでしょうか。今の待ち方はそうだったんじゃないですかね。なるほど。それにしても見逃し、もう全然合ってませんね。ですよね。キャッチャーのサインは大きく外れてボールです。左への打球になりました。取りました。これで2アウト。サードフライに終わりました。バッター坂本。どこに入れてくるんでしょうか。最初はインコースから来ました。今度は緩いボールできました。ちょっと合わないようです。外の球、これは入りました。次の4球目、低めのボール打って2本目のヒット、マルチを記録しました。次のバッターとなります亀井、打席に入ります。最初のボールは、最初はストレート持ってきました。緩いボールを持ってきました。3球目はどうする。今度はインコース、ちょっとタイミングが合っていません。変化球打ちました。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。8回を終了、ジャイアンツ2得点に終わっています。ジャイアンツ、ここで2番手ピッチャーにスイッチします。アルバラデホ、最終回同点という場面でマウンドに上がります。しっかり抑えてくるんでしょうか。9回の表、ホークスの攻撃、5番からの打順になります。松中、バッターボックスに入ります。第1球はどうか。初球を叩いた、取ってこのままキャンバスに入ってアウトです。ファーストゴロに倒れました。そして次の6番松田、サード松田、どこから攻めるか。初球は手を出しません。いやー黒木さん、ナイスボールですよね。ナイスボールですね。そうですよね、勢いがありますよね。ボールが走ってますよ。この後も素晴らしい投球を期待したいです。2球目はどうか。変化球外れました。
さあ3球目、今のはボールになります。バッティングカウントになったが、これはボール。このボール球には手を出しません。次が5球目、今度は変化球。フルカウントからの6球目、このボールはフォアボールです。フォアボールのランナーを許します。次のバッターを迎えます。田村バッターボックスに入ります。どこに入れてくるか。最初は外のボール、フォアボールでランナーを出しています。変化球を打っていった、ファウルになります。さあ1球様子を見るのか。あっとワイルドピッチ、今拾ったかどうか。ワイルドピッチが出ました。次が4球目、まっすぐ決まった。打順が変わります。どうランナー帰れば勝ち越しとなります。ああ黒木さん、やはり敬遠ですか。そうですね、歩かせますね。なるほど、この後の展開を考えるとそうかもしれませんね。やはり敬遠です。ベンチは敬遠を指示しました。ボール3、ここは勝負しません。歩かせて塁を埋めました。さあヒットが出ると勝ち越しのチャンス、ホークス。ここでとっておきのピンチヒッターを送ってきます。ホークスベンチはここで勝負に出ました。まあ、ここは勝負と見ましたかね。ここで動きがあるかもしれませんね。第1球です。まずはボールから入りました。ここは外してきました。ここはスライダーできました。ボール2つ続きました。次が3球目、痛烈な当たり、ラインの外。今のはファウルです。直球で決めました。微妙なところを攻めてきます。さあ何を見せるか。ここは見送ります。ここはランナースタート、当然ランナーは一斉にスタート。ファウルボール、もちろんランナースタート。ここはランナースタート、三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。変化球三振に切って取りました。さあジャイアンツ、この後クリーンナップから始まります。ホークス2番手のピッチャーを出してきます。マハ9回の裏、同点の場面でマウンドに上がります。ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。9回の裏、試合は最終回まで来ました。この回クリーンアップから攻撃となります。長野、まずは出塁、チャンスを作っていきたいところです。何から持ってくるか。低めのボール打った、取った、一塁へ送ります。
アウト、一塁はアウト、ショートゴロに終わっています。そして次の4番阿部、まずはインコース、絶妙のコントロールを見せます。これも落ちた。ストレートできました。いいところへ決めてきます。落ちるボール打って抑えた。一塁に送ります。これがアウトになります。ファーストゴロに終わりました。打順が変わります。ラミレス打席に入ります。初球ボール、次の2球目、豪快なスイングは空振りになります。勢いのあるストレート、厳しいところに決まりました。低めに外れてボール、次が5球目、低めの変化球は外れました、まあ、よく選びましたよね。ですよね。さあフルカウントになった。フライです。ちょっと球数多くなったか。あっと三振、これで3アウトチェンジ。最後はインコースに来ました。9回の表裏を終了。ジャイアンツ三者凡退に終わっています。連盟規定により15回を終わって、ジャイアンツここで3番手ピッチャーを出します。久保、同点の場面で登場します。ホークス打線をどう抑えてくるんでしょうか。10回の表ホークスの攻撃、この回は打順変えてトップから始まります。川崎、ここは塁に出てつなぎたいところ。まずは見送りました。2球目です。これは内に持ってきました。今のはボールになります。次の4球目、ストレートのフォアボール、
ここは歩かせました。そしてバッターは2番本田。ここは送りバント、抑えた。一塁へ、これはアウトです。ワンアウトになりました。さあ試合が大きく動き出しそうな予感がしてきました。期待に応えたいこの場面、内川、その注目のバッターボックスです。初球外に来ました。1対1、依然同点。さあ、打って、低い当たりになった。レフトの前に落ちます。ワンバウンドヒット。打ったバッターは1塁を蹴った。中継のショートへ。セカンドランナーがホームに帰ってきました。タイムリーツーベースヒット。2対1、1点を追加。延長戦、1点をリードします。得点シーン、リプレイでご覧いただきます。ここで勝ち越し成功。試合はこの回で決着なるんでしょうか。でバッターは4番小久保。ワンヒットでダメ押しという場面でバッターボックスとなります。変化しました。ファウルです。2対1ホークスがリードしています。2球目はどうか。ちょっとボールが沈みましたが低い打球になりました。ヒットになります。ああこの表情です。立ち直りを見せるんでしょうか。さあダメ押し点が欲しいこの場面、ホークスファーストに代走を送ります。今宮塁についています。そして5番バッターに変わります。松中、その注目のバッターボックスです。田尾さん、一発がある期待のできるバッターに回ってきました。ここはホームランも期待できますからね。ですよね。初球はどうか。まず大きく外れてボールになりました。2球目はどう攻める。チェンジアップ打った。この回勝ち越しを許しています。思いっきり落としてきました。次の4球目、これはライトへの打球、取りました。タッチアップした。三塁ランナーホームイン。三塁からランナーホームイン。きっちりと犠牲フライを打ち上げました。これがただいまの得点シーンです。この犠牲フライで三塁ランナーがホームを踏みました。次のバッターとなります、松田。何を投げてくるか。初球は変化球、当たりません。この回勝ち越しを許しています。まっすぐを持ってきました。ここは追い込んでいます。キャッチャーの要求は、今度もまっすぐできました。ここは外してきました。これは変化球。さあ何を見せるか。あっとスイングアウト、三振。スリーアウトチェンジ。フォークボールで見事空振り三振に仕留めました。さあジャイアンツ2点を追いかけます。ホ
ホークス、この試合2回目のピッチャー交代です。バルケンボール、この2点差の場面でのマウンドになります。さあ最終回注目しましょう。10回の裏、ジャイアンツの攻撃、6番からの打順になります。小笠原、最後の攻撃、何としても塁に出たい。低めから攻めていきます。次の2球目、勢いのあるストレート、3球目はどうする。外、外れてボール。バッティングカウントからの4球目、スイングして空振りです。152キロのストレート、セカンドへ、一塁送球、これはアウトになります。セカンドゴロに終わりました。さあホークス、守備の変更がありました。それぞれが守備位置についています。そして次の7番藤本、まずは変化球から入りました。2球目はどうでしょう。外の次はインコースに来ました。151キロのストレート、見送ります。3球とも低いコースに来ました。4球目、右に持っていった。ここでランナーが出ます。打ったバッターは二塁へ向かいます。ボールが返ってくる、ツーベースヒット。次のバッターを迎えます、高橋慎吾。ランナーを返したいこのバッターボックスになります。第1球です。打った、打球は右中間だ。セカンドランナー三塁を蹴った、ヒットになった。今セカンドランナーホームイン。いや、丁寧に上げてくれましたけど、今ね、球が少し不用意でしたね。たった1球が大きく悔やまれることもありますね。そうですよ、試合を分ける1球はありますからね。タオさん、変えてきましたね。変えてきましたね。どこに入れてくるか。強烈な打球、初球しっかり捉えた。追っていく、追っていく、ヒットになる。バッターランナーは二塁を狙った。センターからセカンドへ、ツーベース。期待に応えたいこの場面、高本、その注目のバッターボックスです。タオさん、足がありますから、このバッターは出したくないですよね。相手チームからすればですね、この足の速さというのが厄介なんですよ。そうですよね、相当警戒する。痛烈、これも鋭い当たり、豪快な一発です。サヨナラのスリーランホームラン、綺麗に捉えた。満員の東京ドーム、あっという間にレフトスタンドに届きました。
日本シリーズ第3戦は5対3ジャイアンツホークスを破りました。壇上には今日のヒーローが上がっています。このゲームの打撃成績ですが、5打数3安打点4、サヨナラとなるホームランがありました。さあその活躍で見事勝利となりました。投手にはスポンサーより勝利投手賞が贈られます。さあ今日のゲームご覧いただいてまいりました。今日のゲームの解説は田尾靖さん、黒木智博さんでした。楽しい解説をありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。